はい、どうもこんにちは、うずいこです。それでは今回なんですけども、AUPay2 月のタヌキの大恩返し、スカイラークグループ、ポンタポイント20%還元、他にも AUWi-Fi アクセス限定200円割引クーポンもということで、今回は AUPay のキャンペーン情報についてですね、この動画では現在絶賛開催中の AUPay のキャンペーンで、さらに追加のキャンペーンがあるということと、あとですね、九州にお住まいの方、必見の情報もおまけの部分でお伝えしてますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければなと思います。それでは、AUPay! ということで、今回ですね、追加されたキャンペーン、こちらなんですけども、スカイラーケグループ最大20%還元というキャンペーンがですね、本日発表されました。 で、詳細に入っていこうと思うんですけども、まずこちらのキャンペーンの期間なんですが、2月の12日から2月の28日からとなります。なので、あさってからですね、本日動画をアップしている10日から2日後のあさってからとなりますので、期間は間違いないようにしましょう。ですけども、期間がちょっとですね、かなり短いので、ここもちょっと注意が必要かなと思います。もう約半月弱ぐらいですかね。 で、還元率は20%還元ということで、まあ、1回のお支払い税込200円ごとに40ポイントが付くということになっております。で、上限なんですけども、1AUID あたり1回に800ポイントまで、で、期間中トータルで2400ポイントまで還元がされると。なので、ま、上限800ポイントもらえることを、ま、3回行けば上限に到達すると。で、実際にどれぐらい使ったら上限に到達するかということなんですけども、一応1回にですね、4000円というふうに書いてるんですけども、これおおよそというふうに書いてます。まあ、ベースポイントの部分があるんで、 で、まあそれも含めて大体1回4000円ぐらい使えば800ポイントに到達して、期間中トータルで12000円分使えば2400ポイント。 にに到達すするとということになりますで、今回の対象店舗はスカイラークグループということですね。で、しかもですね、今回は店舗飲食以外にもテイクアウトであったりとか宅配サービスもなんと対象ということになります。ま、あそのスカイラークグループのお店がご覧の通りということになってるんですけども、ま、あざっと読むと、ガスト、バーミヤ、ジョナサン、サブヨー、ステーキガスト、夢アムサシノコーヒー、ラ、お花、グラッチガーデンズ、ま、あその他もろもろということですね。一部ですね、ご覧のような対象外の店舗も出ておりますので、 もしですね、まあ、こういったお店を利用される方は、注意が必要かなと思います。で、全然関係ないんですけども、僕が住んでる福岡にバーミヤンがあること全然知らなくて、今年の1月に博多ミスト店っていうところと、このハモール橋本店にバーミヤンができてるらしいので、ちょっと僕も時間を見つけたらちょっと行ってみたいなというふうに思います。で、他にもですね、ちょっとした注意点というか、見ていただきたいところがあるんですけども、まずはここ、複合商業施設などに出店してる店舗は、施設内の決済基準に準ずるため、対象外となる店舗がありますということですので、 でいわゆるなんちゃらモール的なところにあるスカイラックグループのお店はもしかすると対象外になるかもみたいな記載方法かなと思うんでここはちょっと対象かどうか事前にチェックする必要があるかなと思いますで次にここ宅配サービスを提供していない店舗があります対象店舗はこちらからご確認いただけますということですのでこのこちらというところですねクリックしたらまあご覧のようなページが出てきますまあ今現在ですねスカイラックグループでは宅配のサービスも行っているみたいでまあ場所によってはその提供してないというところもあるみたいなのでここはですね 実際にページをアクセスして自分が住んでる地域が対象かどうかっていうところですね見ていただければと思いますまあ、今こういった時期なのでかなりこの宅配サービスって便利だと思うんですけどもこの宅配サービスがね還元の対象ということになってるのはかなり嬉しいのかなという風に思います僕のが住んでる地域ももしね対応していればちょっとこのサービスちょっと使ってみたいなと思いますねで宅配サービスとはいえどちょっとここも注意点なんですが Uber Eats と出前感謝の宅配代行サービスからの配達決済の場合は対象外となりますで対象の店� はこちらからご確認いただけますということですので実際にここもクリックしたらご覧のようなページが出てきます Uber Eats 出前館宅配代行サービス対象店舗下記店舗での配達決済は AUPS 快楽キャンペーンは対象外となりますということですのでこのページちょっと一部しか出てないんですけども実際に開いたら結構ずらーっと結構長いんでまあなのでもしこういったサービスを利用される際はキャンペーンの対象外かどうかっていうのを事前にチェックする必要もここも必要かなと思いますそしてこのキャンペーンのポイントの付与時期なんですけども2021 ね3月の末頃にポンタポイントとして付与されますで対象の決済方法なんですけども au ペイのコード支払いが対象となりますんで au ペイプリペイドカードとかそういったことではなくても au ペイのコード支払いが対象ということになりますでそれに関連してですねもう一つキャンペーンが発表されましてこちら auwifi アクセスアプリ限定キャンペーンということで先着10万名様に au ペイの200円割引のクーポンがプレゼントされるということも発表されましたでこの割引クーポンについてなんですけども詳細が出ております内容 として期間中スカイラークグループ店舗をはじめとする au の wi-fi スポットに簡単に接続できるスマートフォンアプリ au wi-fi アクセスご利用のお客様を対象に対象店舗での au Pay でご利用いただける税込200円割引のクーポンをプレゼントしますということですねで利用できる回数はお一人様1回限り有効とで税込200円1円以上の支払いでご利用できるということですねそれ未満の場合は適用されないので気をつけてください クーポンがもらえる期間は2021年の2月の12日から2月の28日まで。で、利用期間も同じですね。で、対象店舗及び配布上限数ということで、合計で10万名様に限定のクーポンとなってまして、ガストで先着7万名様、バーミヤンで1万名様、ジョナサンで1万名様、シャブヨで5000名様、で、ステーキガストで先着5000名様ということで、まあ上限に達しだい配布終了となりますんで、もうこのキャンペーンがスタートした同時に取得するのがいいのかなというふうに思いますね。で、利用条件ということなんですけども、 対象店舗の営業時間内、会計時に本クーポンをセットして、税込201円以上のお支払いでご利用いただけます。Wi-Fi 接続状態によらず、セットしてご利用いただけますということですね。ここの左側にも出てるように、au ユーザー以外でも笑えますので、誰でもこの200円分のクーポンもらえますので、先ほどお伝えしたスカイラックグループのキャンペーンと併用してもいいのかなと思います。で、クーポンのもらい方なんですけども、めちゃくちゃ簡単です。まず、AAP のアプリインストール行ってない方は、そこから行って、で、まあ、諸々の登録を行っていただきます。で、そうしたらトップページ出てくるんですけども。 その画面の下の方に AUWi-Fi という項目があるんでそこをタップしますそしたらここにですね AUWi-Fi アクセスアプリをダウンロードという項目があるんでここをタップしてくださいそうするとその中にですねクーポンというタブがあるのでそこをですねタップしていただくとここの今青矢印が入っている赤枠のとこですね先着15000名様まあこういったようなクーポン出てますよということですのでここをタップしたら先ほどお伝えしたような AUWi-Fi アクセスアプリ限定配信割引クーポンというのがあるのでここをタップしますそしたら AU ペア アプリのですね、マイクーポンという項目があるんですけども、そこに追加されるみたいなので、あとは右下のクーポンを使うというところをタップしたら、決済時にクーポンがセットされた状態となりますんで、それで先ほどの対象のお店で決済すれば、200円割引されるということになります。 結構シンプルで簡単ですね。まあ、そんなこんなで今回は、タヌキの大恩返しの追加情報について、スカイラックグループ、そしてスカイラックグループで使えるようなクーポンについて簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあ、このキャンペーン自体はね、先月は僕自身ほとんど参加することがちょっとできなかったんですけども、今月ぐらいからドラッグストアも追加されて、なおかつね、スカイラックグループであれば、僕が住んでる地域でも、ま、ちょこちょこあったりするので、まあ、いい感じに参加できるのかなというふうに思います。まあ、ちょっと店内で食べることは少ないかもしれないんですけども、 先ほどお伝えした宅配のサービスであったりとか、テイクアウトもちょっとうまく使っていこうかなというふうに思っております。で、今回お伝えしたね、キャンペーン、この2つのリンクに関しては下の概要欄に貼ってますんで、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました ま先ほどちょっとタイトルにもお伝えした九州の方必見の情報ということなんですけども、すでにね、僕のツイッターを見られている方であればお気づきかなと思うんですが、まあ、こちら今現在絶賛開催中のたぬきの大恩返し、まあスーパーマーケット、プラス今月からこちらのドラッグストアが追加されたということで、まあ、その中の対象店舗で松木屋とかココナファインとか色々使えるお店僕自身はあったんですけども、なんとですね、今現在このダイレックスっていうところとドラッグストア森っていうところがですね、追加されてるんですよ。これ正直結構嬉しくて、 ダイレクスっていうのは結構ディスカウントストアにほぼ近いのでお店によってはまあお野菜とかお肉とか置いてたりとかドラッグストア森も結構それに近くてお店によっては普通の生成食品とか全然置いてたりするんででまあまあ安いんですよでそれがちょっと追加されててテンション上がったんですよねで実際にですね僕の自宅から結構遠かったんですけどもドラッグストア森で早速お買い物してきまして下の方にも出てるような今回のたぬきの大恩返しキャンペーン獲得予定ポイントとして500ポイント分ですね還元されるということになりましたちょっとテンションが上がりました そこでちょっとした情報なんですけども、これ少し前の動画でもお伝えしたんですが、まあ a p のアプリがかなりね、パワーアップして、まあどんな風にパワーアップされたのかというと、今出てるような状態から、真ん中下にですね、お得っていうような、押せるような項目が出てきたんですよね。そしたら、お得の部分が緑くなって、ここにですね、キャンペーンっていう風に旗が立ったところが目立つようになるんですよね。いわゆるそのフィルターをかけることができるんですよね。どこの場所でどういったキャンペーンが開催されているかっていう風に、結構見つけやすくなってるので、まあ以前のマップよりか かなり使いやすくなってるんですよでそこでなんですけども、まあ、これですね視聴者さんであったりとかフォロワーさんからの情報で聞いたんですがまあ、先ほどお伝えしたそのダイレックスとかドラッグストア森などはそのキャンペーンのマークがなくてもたぬきの大恩返しの付与がついたっていう情報をですね結構ちらほら頂い,いたんですよね僕が先ほどお伝えしたドラッグストア森については元々このキャンペーンの旗が立ってたのでまぁ、あ、ちょっと自宅からかなり遠かったんですけども普通に無事にお買い物できたんですがこのキャンペーンの旗がなくても付与がされ たっていう情報をちらほら伺ったので、これは結構熱いなと思いまして、ですけども一つ注意点としてもしですね行う際はそこのお店がちょっと対象かどうかっていうのは正直わかんないので、ちょっと試しにこう小額で決済してあ。 タヌキついたなっていう風なのがわかれば、その後はまた上限分お買い物するっていうのはありかなと思います。ですけども、付与されるかどうかっていうのはちょっと現時点では僕自身もちょっとわかんないんで、もし試される際は自己責任でお願いします。まあけどね、これで普通にポイントがついたら普通に熱いと思うんで、まあおそらくまだこのマップのアップデートがされてないだけなのかなという風に思うんですけども、まあ試しにね、こういった方法でお買い物してみるのもありなのかなという風に思います。ということで、ありがとうございました。